夕立や田尾に巡り
ありますよね。で、三味線って言うと皆様、津軽三味線とかってよく言われるんですけど、三味線にもジャンルがありまして、津軽三味線っていうジャンルだったりとか、長唄、歯唄、小唄、そして今私が弾いているのは上方唄というジャンルになります。で、どんなのってあまり聞いたことがないと思うんですけど、名前の通り大阪の上方の方が発祥でして、で簡単に言うと芸妓さんたちがお座敷でやるこの三味線と歌なんですね。なので芸者遊びをしている社長さんとかもしかしたら聞いたことがあるかもしれないってありますか？そんなジャンルの上方歌の夕立という曲を聞いていただきました。で、次はですね、八白土器という曲なんですが、今日プログラムにちょっと歌詞を書いてみたんですが、読んでいただいても何のこっちゃってきっと思われる方もいると思うんですが、というか私も初め何って思ったんですけど、そうなんです、何の意味もないんです。っていうのもさっきも言ったようにお座敷でやるものなので、なんか意味深いものだったりとか、こう聞いちゃいないわけですよ。皆様酔っ払ってるわけなので。なので、まあさっきの夕立はちょっと芸者さんがちょっと寄ってきなさいよみたいな、そういう感じの曲だったりするんですけど、この八白土器というのはもう言葉に意味は全くなく、ただこのノリとかこのフレーズを楽しんでいただこうっていう、そういう曲になっております。なのでこうちょっとこう手拍子をしたくなるような、ちょっと賑やかな、さっきとはまた違う雰囲気の曲になると思います。回れる時に、伴奏で歌って踊ってっていうことをしたりもします。なのでこう割とメジャーな曲であったりはします。これもちょっと賑やかな曲になります。
こりゃ。きぬきぬ。